よ。新しく来てくれたお客さんも美味しいって笑ってくれてるんだよ。それなのに、どうして簡単に諦めちゃうの？みひろの言いたいことはわかる。だが、俺たちにはもうどうしようもないことなんだ。わかってないよ。私と先輩がどんな気持ちで頑張ってきたか。お父さん、全然わかってないよ。ちょっとちょっと、どうしたの？お母さん、知ってたんでしょ？どうして止めてくれないの？止めるって。お店を閉めちゃうって話だよ。ひどいよ。私たちに何の断りもなく決めちゃうなんて。お父さん、お母さんお願い。私、もっと頑張るから。お願いだから、考え直してよ。みひろちゃん。コウキ、お前まで。私、朝から夜まで働く。学園も辞めて、お店でずっと働く。私、先輩と結婚して、お店を継ぐから。だから、お父さん、お店を閉めちゃうなんて言わないでよ。2号店、先輩と一緒に作るの。それで、お父さんたちみたいに、お客さんに愛されるお店にするの。何でもするよ。何でもするから、頑張るから。私の夢を叶える場所、なくさないで。お前たち、そこまで考えてたのか。二人とも、そんなにここを大切に思ってくれてたのね。考え直してくれるの？いや、決まったことは変わらない。話は最後まで聞け。お前たちが学園を辞める必要はない。これまで通りで十分だ。でも、それじゃ足りないでしょ。お店、なくなっちゃうんでしょ。少し移動するだけだ。お客さんもこれまで通り来てくれるだろう。ああ。準備を怠らなければ、二日ほどの休みで引き継げる。ん？お前たち、何か勘違いしてないか？来月末に一旦閉店だ。一本向こうの道に新店舗を借りているから、そこで営業を再開する。ここから30メートルくらいだから、場所は近いけど、お店の引っ越しは大変よね。市の決めた道路工事の予定は俺の力じゃどうしようもない。だから新しい場所に移転するんだ。でも お店の設備を査定してたでしょ。備え付けのものばかりだからな。残せるのは調理器具と冷蔵庫くらいだ。待って、お母さんも帳簿見ながら悩んでたでしょ。最近物価がまた上がってね。でも今までの価格設定でもまだなんとかなるわよ。じゃあ、二人で話してたのは、私にお店を閉めるって伝えたって？道路工事の話は前にしただろ。そんなの聞いてないよ！いつ行ったの？道路工事の話が発表されたのが、いつだった？確
か。そうそう、10年くらい前だったかしら。お前は賢いから、てっきり覚えているものだ。知らないよ。そんな昔の話なんて覚えてるわけないじゃない。だいたいちゃんと説明しないお父さんが悪いんでしょ。俺が口下手なのはお前も知ってるだろ。そういう問題？じゃあお母さんが責任持って伝えるべきだったんじゃないの？あらあら、私も悪いの？みひろも勘違いしたままで突っ走っただろ。そうよ、こうきくんに相談する前にちゃんと私たちに話せばよかったのに。それは、私だって力になりたくて必死だったの。だいたいお父さんもお母さんもいつもそうなんだから。この前だって。お母さんもマイペースすぎ。先輩、行きましょう。私、今日から先輩のお家に泊まります。あらあら、コウキ君、うちの娘をよろしくね。コウキ、男としての責任は取るようにな。責任取ってくれるもんね、先輩。あ、今ちょっと戸惑いました。先輩、私の旦那様になるって約束したじゃないですか。もう遅いです。それに婚姻届もこっそり準備してあるんですけど。知らないですか？恋する女の子はまっすぐしか進めないんですよ。寄り道なんて面倒ですし、壁があったら壊して直進です。硬いことは一個なしですよ。硬いのはあれだけで十分です。ん？あれって何だと思ってるんです？ねえねえ先輩、教えてくださいよ。だってこれから先輩のお家でたくさん可愛がってもらうんですから。元気がないと朝まで戦えません。考える必要なんてないじゃないですか。私たち新上司公認のカップルなんですから。